まあ見夢も霊夢だよ。私が高校生の動画もあるけど、今回の霊夢は女子中学生だよ。15歳だよ。高校受験を控えているよ。今日は理科の問題を解いているんだけど、全然わからないな。理科の計算が必要で、しかも問題文が長い問題は苦手だよ。こんな時はお友達の立花ちゃんに教えてもらおう。おいおい、立花ちゃん立花ちゃん。やっこ、小春立花だよ。中学3年生の女の子だよ。立花ちゃん、この問題がわからないよ。こういう問題を苦手にする子多いけど、私はそんなに難しいと思わないな。分かっちゃえば簡単だよ。そうなの？それじゃあゆっくり解説していくよ。みんなもゆっくり聞いていってね。それじゃあ1番から見ていくよ。おなしゃす。まず問題文で水 1g の温度を 1°C 上昇させるには 4.2J の熱量が必要であるものとするとあるよね。あるね。水 1g で 4.2J 必要なんだから 200g だったら何倍の熱量が必要になると思う？直感的に考えていいよ。水の量が多い方が少ないよりも温めるのにより多くの熱量が必要だよね。そうしたら200倍多く必要なのかな？正解だよ。じゃあ次に温度を 1°C 上昇させるのに 4.2J 必要なんだけど、これが 10°C 上昇だったらどうかな？単純に考えて10倍になるのかな？正解だよ。単純に考えていいんだよ。そして問題文から電熱 A の入っているビーカー A は水が 200g 入っていて、グラフから7分で 10°C 上昇しているのがわかるよね。言われてみればわかる。だから 4.2J×200×10 で求められるよ。 4.2J の2000倍ってことかな？その通りだよ。 8410 かな。正解だよ。おお、結構簡単にできた。それじゃあ2番に行くよ。行く行く。2番以降は熱量の公式、電力の公式、オームの法則の公式と3つの公式を使うよ。3つも覚えられるかな？すごく簡単な式だから大丈夫だよ。それぞれ J イコール WS、W イコール VA、V イコール YR だよ。全部比例の式だね。そうそう、計算について言えばそうして、理科は数学よりもずっと単純で簡単なことが多いんだよ。そうなんだ。2番は電流を求める問題だけど、この回路は直列だから電流はどこでも等しいよ。直列は電流がどこでも同じと。だから電熱線 A の抵抗にかかる電流を求めれば、それが求めたい電流だよ。電熱線 A にだけ着目すればいいんだね。そして熱量を求める式 J イコール W スを使うよ。熱量は電力かけ時間だね。電熱線 A の熱量は一番の問題でもう求めてるよね。8410 だね。そして回路に電流を流す時間は7分間と問題文に書いてあるよね。よく見れば書いてあるね。7分は420秒だよ。これを J イコール W スの式に当てはめるとどうなるかな？8400イコール W かける420かな。そうね、そうしたら電力 W がわかるね。両辺を420で割ると W イコール20でいいのかな？正解だよ。そうしたら次は W イコール VA、V イコール IR を使うよ。今回求めたいのは電流だから電流を X とするよ。そして電熱線 A の抵抗は問題文から5オームだよ。これらを V イコール IR に当てはめると電圧 V は 5X と表せるよね。さらに W イコール VA だからこれまでの計算から 20イコール5X の2乗という方程式が成り立つのがわかるかな？確かに、エビスマスカッツ。この方程式を解けばいいよ。X は常にプラスだから、X イコール2となるよ。簡単な二次方程式だね。以上より2番の答えは2アンペアとなるよ。なんかできた。3番に行くよ。ビーカー B の水の質量を求めるんだね。今度はこの水の質量を X と置くよ。そしてグラフから B は7分で 5°C 上昇してるよね。これだから B の熱量はどうなるかな？マジで謎。1番と同じように考えればいいよ。
水 1g の温度を 1°C 上昇させるのに 4.2J が必要なんだから。 B の熱量は 4.2×X×5 だよ。計算すると 21X かな。正解だよ。次にこれを J=Wsの式に当てはめるよ。時間はやっぱり420秒だから 21X=420W かな。いい感じだよ。次に電力ワットを出すよ。W=VA を使うんだけど、電流 A はもう分かってるよね。直列回路はどこでも電流が等しいから、2番と同じで 2A かな。そうそう。そして電熱線 B の抵抗は問題文から2オームで、これを V=IR に当てはめると電圧 V はどうなるかな。2A×2 オームで V=4 かな。そうそう。そうしたら W=VA に当てはめて電力が出せるよね。 4V×2A で 8W かな。いいよいいよ。そうしたらさっきの 21X=420W に当てはめてみよう。21X=420×8 か。計算すると X=160 になるね。バッチリだよ。答えは 160g だよ。なんかできた。次に4番に行くよ。1番や3番と同じように考えると C の熱量は出せるかな。水が 150g で16度上昇してるから 4.2×150×16 で、計算機使っていいですか。いいよ。10000J かな。正解だよ。次にこれを J=Wsに当てはめるとどうなる。今回も420秒だから 10000W×420 だよね。計算すると W=24 かな。いいよ。次にやっぱり直列は電流が等しいから、電熱線 C にかかる電流は 2A だよ。そうすると W=VA より24=2V だよね。そうしたら電圧は12だよね。いいね。そして V=IR だから 12=2R になるね。そしたら抵抗 R は6オームになるね。やった。レームちゃん正解だよ。なんかできるようになってきた。それじゃあ最後の問題に行くよ。どんとこいや。直列回路は電流はどこでも等しいけど、電圧はそれぞれの電熱線の電圧の足し算になるよ。直列の電圧は足し算と。だから電熱線 A、B、C の電圧をそれぞれ求めて全て足せばいいんだよ。おっしゃきた。じゃあ電熱線 A の電圧はどうなるかな。 V=IR で 2A、5オームだから 10V じゃ、ボケー。電熱線 B はどうかな。 2A、2オームだから 4V じゃ、こらーなめんじゃねえぞ。じゃあ電熱線 C は4番で出しただろうが 12V だよ。何遍も言わすなや。じゃあ全部足してみて。バカにしとんのか。コラー 10+4+12 で26に決まってるだろうが。大正解だよ、レームちゃん。やったね、全問できたよ。 VV 楽勝だぜ。それじゃあこれで終了だよ。クソ簡単な問題だったな、ブラザー。それじゃまたね。バイバイブー。